ホセバベロキホセバベロキドロンソロスペーン、バスク州ギプスコア県、ラスカオ出身、元自転車競技選手。1998年にエウスカディと契約を結んでプロ転校。フェスティナに移籍した2000年のツールドフランスでは大健闘。モンバンゥを含む中央コーチやアルプスコエステージで力強い走りを披露し、総合3位に入った。 音声に移籍した2001年のカタルーニャ一周では、区間3勝に加えて、総合優勝、ポイントを獲得。同年のツールドフランスでも、山岳ステージで検討し、総合3位となる。2002年のツールドフランスでは、第4ステージのチームタイムトライアルで、音声が、US ポスタルに16秒の差をつけて優勝したことも、あり、序盤からマイ、前を上の争いに加わり、中盤までは、 ランス・アームストロングと渡り合った。中央コーチ、アルプスコイステージで徐々にアームストロングに引き離されていったが、最終的に同レースでは自身最高順位となる総合二位となった。また、同年のブェルター・エスパーニャでは第1第4ステージまでマ前オ,オロを着用。最終的に総合三位となった。この頃までのベロキは王者、アームストロングの対抗馬の一人であった。 2003年のツールドフランスでも第8ステージを終えて総合主位のアームストロングに対し40秒差の2位につけていた。ところが第9ステージにまさかの事態が発生する。ゴール地点となるギャップまで残り約4キロメートルの地点において下り中に異常な高温が原因で後輪が横滑りしてしまった。その結果転倒してしまい大腿骨、肘、 腕などを骨折する大怪我に見舞われ、無念のリタイアとなってしまった。そればかりか、この事態が発生して以後、ベロキが第一戦級の選手として活躍する機会はなくなった。2005年のツールドフランスには出場したものの、総合75位に終わった。ちなみに、この時に直後を走っていたアームストロングは、ベロキを避けるためにコースアウト、草原を通過して99を、 ショートカットする形になったが、自転車をコントロールして、レースに復帰した。その後、これといった戦績を上げられないことに加え、オペラシオンプエルトに関する疑惑も持たれ、2006年7月以降はレースにさえ出ることがなくなった。そして2007年12月、UCI プロツアーチームとの契約が困難になった理由により、引退を表明した。 cyclesports.jp の記事、ありがとうございます。